どうも、ウルプロの三ツ矢です。いつもありがとうございます。今回はドライバーをダウンブローで打てというテーマでお届けしていこうと思います。ドライバーってアッパーブローで打つんじゃないでしょうかという質問が返ってきそうなんですが、これにはちゃんと意味、意図がありますので、それを今回解説していこうと思います。私、三ツ矢は4000名の方が通うスクールでレッスンさせていただいてます。いつもありがとうございます。そして、このチャンネル見ていただいている方、本当に皆さんにパワーをもらって頑張れてます。皆さんがゴルフ上達に、とにかくですね、もう前向きである、ね。それが本当に嬉しいです。それでは早速いきたいと思います。このドライバーショットは通常、ボールは左足に、方に寄せてます。真ん中より左です。ですから、このボールを打つと少しアッパー、ブローにボールを打つ、取られる。そういうことになるわけですが、そこであえてダウンブローで打てというのはどういう意図があるかというと、それはラフリ、ショロ、これをなくすということですね。ドライバーショットは結構、うまく当たらない、不安でもう当たるかどうかもわからない、こういうですね、意外とメンタルがね、このティーショットっていうのは、すごく影響するんですね。特に一番最初の1打目、1番ホール、スタートホールですね。それは非常に緊張しますので、そこでボールを少し中に入れて、上からバチン、これでいいです。ですから、ボールは上がりません。ダウンブローですから、こういう感じで低く打ち出されていきますが、少し上から入るようなイメージになりますので、若干アウトサイドイン、少し左に打ち出されて、右に曲がるようなショットになると思います。ですが、それで大丈夫です。ですから、ボールの位置を真ん中に寄せて、フェアウェイウッドを打つようなイメージで大丈夫です。こんな感じです。とにかく、低くボールを打ち出して、ダウンブローで打ってますから、ボールは上がりません。低く打ち出されますので、フェアウェイをキープできます。そして、ダフリとショロ。これは左側にあるボールに、届いてない状態なんですね。手前から、ダフってしまう。あとは、ちょうど、届かないような、こういうチョロ。これは、とにかく、この、正しい形を、とにかく一個一個やろう。そして、左側にボールがある。構える。このボールに対して、こういう状態になってしまうんです。ですから、あえて、スタートホールは、もう、真ん中でいいです。そして、低くライナーのようなショットを打つんです。そうすると、まあ、ちょっとこう、ボールは右に曲がる場合もありますが、これでフェアウェイをキープすることができますので、スタートホールでもう心臓バクバク、どうしていいかわからない。みんな見てる。ね、これを失敗したらもう一日どうしようもないと思ってしまう、そういう精神状態は本当に辛いですよね。そんな時にこのショットを思い出してみてください。必ずいい結果になると思いますので、まあ、少し練習していただく必要がありますから、まあ、こういうね、練習場に来てやってみる。それが大事かなと思います。ちょっと試してみてください。皆さんのコメント、高評価、本当に力になってます。ありがとうございます。まだチャンネルを登録してない方、ぜひしてみてくださいね。皆さんのとにかくゴルフ上達にいろんな、ね、動画を作って配信してますので、皆さんのパワーをもらいながら、皆さんにパワーを送る、ね、そんなチャンネルになってますので、よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。